どうも、おまっとさんでした。ヘアチルです。はい、ライオンズは、若獅子が絶好調、フェニックスリーグ、8連勝ということでね。いやいや、お見事でした。昨日は、雨のため中止になりましたけどもね。いや、快進撃が続いております。若獅子たちの、ね、特に投手陣たちですよね。もう、渡辺裕太郎をはじめ、菅井、慎也、原慎之助、黒田翔也、山田陽翔と、みんな頑張ってます。これ本当に、こう、投手王国になってしまいますね、本格的に。はい。特に、この渡辺裕太郎、2試合連続で、ね、完投勝利、おとといなんか、140球を投げ、被安打10で、完投勝利ですから。いやいや、驚きましたよ。ね、スタミナがずっと課題だと言われてた渡辺裕太郎、140球ですか。まあ、季節的なこともあるかもしれませんね。これが夏場のベルナドームだったりしたら、また話は変わってくるかもしれないのでね。だから来年こそは、もう開幕、もう開幕からローテーション入りして、そして秋まで投げ続けてほしいなと、思います。渡辺裕太郎。で、このフェニックスリーグで、もうみんないいピッチングしてます。その中でも、僕の中で嬉しかったのが、浜谷翔太。16日、中日戦で投げて、8回を投げ、2失点と好投しました。いやいやいや、この選手、まさに、もうフェニックスですわ。ね。不死鳥。一軍では、ここ2年、登板がありません。2021年にはね、開幕ローテーション入りするも、その後左足かな怪我しちゃって、そっから思うような成績が残せてない。思わず僕もね、存在をね、あのね、いつもね、浜谷ってね、存在を忘れてしまうところがある。もうこれ以上浜谷よ、俺に存在を忘れさせないでくれな。貴重な左のね、先発投手、まあ、中継ぎでもいい、どんな形でもいい、この選手活躍してほしいなって思います。昨日、宇都宮哲也さんがね、ライオンズ退団してしまいました。まあ、多分宇都宮さんも、この浜田翔太、気にかけているのではないでしょうか。もう、志半ばで、がね、宇都宮さんも退団されたんじゃないかなと思います。本人もこの退団する際に、ライオンズ球団には申し訳ないとおっしゃってました。その申し訳ないっていうのは、このちょっと、ね、志半ば中途半端な形で、指導している途中で、ね、浜谷翔太もその一人なんじゃないでしょうかね。そんな気がします。同じ左だしね。西武には申し訳ない。っていう言葉がそれを指してるんじゃないかなと、思います。いや、ほんとだよ！宇都宮哲也！もう、あとね、1、2年、宇都宮哲也にはね、いて欲しかった。それを考えると、はい。まあ、ただ、安倍晋之助にね、呼ばれちゃったということなので、まあ、安倍晋之助と宇都宮哲也の関係性を見れば、それは断れないよな、確かに。ただね、ただね、この、引退するときに、堀内恒雄さんもおっしゃってました。これからは、指導者として、第2、第3の、宇都宮哲也を、育てていってほしいなと思います。それも、この、西武ライオンズ球団で、成し遂げてほしいと、私は、思っております。でね、言ってたでしょ、堀内さんが。だから、ここは、今一つ。いや、堀内さんがこうこうこうなんで、安倍さん、しのすけさん、あと1、2年待ってもらえませんかねって言えなかったのかよ、うつみちゃん。フェニックスリーグの投手陣の話しようかなと思ってたら、うつみさんに対しての動画になってしまいました。すいません。もうちょっとね。動画の尺も尺なんで、この辺で終わらせていただきます。もう、とりあえず、ライオンズの投手陣、今、フェニックスリーグで頑張ってる、もう来年以降、未来が明るいという話でした。ね。はい。といったところで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また、明日、お会いしましょう。さようなら、ライオン。君が勝利の女神さ。